はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信始めていきたいと思います。ということで、いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please、アーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後20日21時頃プレミア公開いたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and good ボタン Please。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel Twitter X My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 はい、では始めていきますか。これはどっちの試合だろう。サイド、フラノ戦からですね。ここはしっかり勝っておきましょう。今回からは、やっぱりもう本気で優勝を狙っていきます。勝ちたいです。はい。まあ、フラノ高校はしっかり突破して、レベルアップもして、そして、決勝戦の東方高校戦かなに向かっていきたいと思います。では、あと行きましょう。違う。で、現在のレベルか。新田くんとかも頑張ってますね。まあ、ガッツだよな。最大ガッツがまあ問題だよな。まあそんなことはともかく行きましょう。キックオフ、みんな行くぞ。おう、取りに行く。ダメだ、松山君。3人が囲った。出た、ポケモンショーク。お、まあこれもちょっと戦法の使い方ですからね。サッカーのゴール前でなければ全然問題ないです。あ、パスが渡ってしまって、また松山くんへ。お、石崎くんがいった。タックルもらった。勝負だ石崎。反則多いですね。ま、反則も戦術の一つです。さあ松山君に渡ってしまう。浦部君、ああ弱まっただけか。敵を7番、敵もシュート力あるからな。ここは止めなきゃいけませんが、気をつけないといけないのはここ全員パスカット、全員パスカットかな。こぼれ球になって味方に来た。美咲くんパスかな。浦部くんへ。え、なんで鳥を囲まれてんだ。嘘でしょ。新田くんへ。どうかな。吹っ飛ばされた。向
今度は伊沢くんへ。どうなってんだこれ、難しいな。一の岸田くんへ。さらにもうそのまま新田くんへ渡していきましょう。どうかな、邪魔されるかも。こぼれ玉になっちゃったや。今度は石崎くん、なかなか難しい。岸田くんへ。今度は中山くん、なかなか壁が本当は厚いよな。だから超えることができません。中山くんへ。どうかな、ちょっと遠すぎるよな。ワンツーかけてみる。ワンツーダメなんだこれ。難しいな。あ、美咲くんいるんだ。ちょっと困ってます。もう行くしかないなこれ。あ、ナイス、木杉くんパスが渡りました。一気に突っ込んでいきます。でキーパーは普通のキーパーだからな。ドリブル、こぼれ玉になっちゃったか。美咲くん、オッケー、タックルですよ。かわしやがった。ダメだ、中山くん届かない。松山くんに渡ってしまう。石崎くんだ、当然タックルもらった。勝負だ石崎、さっきも見たことあるな。さあ飛んだのは岸田くんへ。ディフェンダーだから渡しちゃダメ。いつでも下がらないとダメだよな。中山くんとワンツー行きましょう。4番弱まっただけ。 OK、 浦部くん超えることができた。さらに美咲くんへ縦パスを渡す。 OK、 いいですね、いい流れだ。まあちょっとこれドリブルで超える。なんでこぼれ球なんの。大体勝てないんだな、多分。パスが有効だかもしれない。気をつけないとな。パスカットいきましょう。パス出すと思うんで。あ、弱まっただけか。有効打だよな。で松山君に渡ってしまう。勝負だ、たびたび勝負ですね。タックル、どうかな。勝負だ石崎、かわされた。何、あらか分線。ここだ、決めるんだ。イーグルショット。高杉君がいる、弱まった。パンチ、どうかな。ダメでした。先制点です。さて、再開、ちょっと
とでもちょっと腹の調子が悪い。一旦ちょっと1、2分ほど離れます。はい、お待たせいたしました。失礼しました。試合再開です。奇跡くんで、ワンツーで美咲くんとワンツー、できる人がいないからな。まあ行くしかないか。今だ、シュート、気づく、普通のシュートです。なんかつコーナーキック。じゃあちょっとここは滝くんで行ってみましょう。変えませんね。またいつものショートコーナーで中山くんへ。どうしよう、うまく美咲くんか木杉くんに渡ったらチャンスやけどな。木杉くんへ。木杉くんじゃない。さあ敵は8番がこぼれ玉にしてしまった。
これ邪魔になった。今度はキスギ行くんだ。今どこにいるんだ。ミサキ君に渡そう。くそ、敵の5番インターセプトだ。なかなか強いですね。え、こんなに前にいんのかよ。あ、前半終了です。やばいですね、これ。今度は南葛側の攻撃。美咲くんまだ余裕あるからな。中山くんとワンツー。てか中山くんが上がってきてほしいな、むしろ。キスギ君に渡した。邪魔されるが届かないで、これを一度浦部君かな、新田君に渡そう。逆サイドワンツーは無理かな。いや、浦部君を使ってワンツーだ。やまっただけ。よし、オッケー。新田君結構いい位置来てます。これを まだドリブルで上がっていきつつ、敵の5番が来たが、ここを美咲君へ。敵の5番が来るが弱まっただけ。シュート、オーバーヘッドキー、これだ。オーバーヘッドキック、決まりました。やりました、同点です。やってくれましたね。嬉しい、同点です。さあ試合再開です。さあフラノの反撃ということになりますね。まあ焦らない。ちょっと9番が、あ、ダメだ。パスを許してしまう。弱まっただけ。松山君に渡ってしまう。おっと、ここは勝負だ。あ、勝負できない。の11番ってどこにいるんだ。焦るな、ちょっと待て。ペナルティーエリアじゃないよな。パスカット、これだ。オーバーヘッドキック、松山くんもオーバーヘッドキックか。ダメですね、決まってしまいました。
ビハインドを背負ってますね。さあ反撃です。ワンツーだな。一応木杉君とのワンツーです。ああ、こぼれ玉になっちゃったか。石崎君がフォローだが、そんなに上がってはいけない。浦部君へ、浦部君がワンツー、まあ誰でもいい、高杉君とかでもいい、前へ出るためのワンツーだからな。いや待っただけ。 OK、 浦部君渡りまして前へ行きます。でパスですね、三崎君へ。ここは慌てずに三崎君へ行きます。おっと、チャンスじゃないのこれ。木杉君へ、早くも縦パスを出します。構わずシュート、これシュート、パンチングか。さあしかしコナウドチャンスが巡ってきます。早く攻めましょう。新田君へ、で、これをキス、ま、再度キスキー君へ。よしよし、通った、パス通った。かま、あ、三崎君へ渡そう。ここは無理せずに。これ玉なるんや。伊沢君どこにいるんだ。ま、伊沢君から三崎君に流せばいいか。もちろんこれ普通にシュート決めます。もう一回オーバーヘッドキック。やりました。三崎くん、しっかり決めましたね。さあ、再開です。つきまとう滝くんですね。これブロック、ブロックってなんだ。まあ何もできなかった。松山くんに渡ってしまいます。ちょっとこれはやばいぞ。あ、ポケモンショックじゃない。あー、ダメだ、誰も守ってくれなかった、つらい。浦部くんへ、ワンツー誰でもいい、まあ、攻めるしかないですからね。浦部くんも積極的に前へ出ていきます。誰でもいい、ガッツ足りない要素でもあるよな。ガッツ135か。今度は三崎くんへ、木杉くんとのワンツー。
ちらもそこで対抗だ。美咲くんもうこんなとこまで来ました。構わずボレーシュート。嘘、敵がカバーしやがったか。しかし木杉くんに渡った。フラットゴールは空っぽだ。もう決めるし行くしかないでしょこんなの。木杉くんボレーシュート。あ、いやまだまだチャンスある。どうだ、角度は悪い。だからいや関係なかった。ポストに当たる恐れあったんだけど、それは心配なかったですね。同点です。さあ、行きましょう。ん？何これ？フォーメーション？ディフェンスタイプ。11番、邪魔し、できない。松山君に渡っちゃう。美咲君がついた。勝負だ。タックル。いつよ、松山。勝負だ、美咲。ああ、かわされた。いやー、ポケモンショック。頑張れ石崎くん。ただ、あ、場所はまあ問題ない。ブロック、顔面ブロック。スカッと行こう。仲間くんだけは勝負だ。石崎かわされた。あら、無理やな、無理やな。3連続でかわす。シュート決めるよな。無理だ、無理です。あ、いやまだわからん。お、助かった。これはパスでいきます。
と押さえて弾いて6番が渡ってしまう。やばいなこれ、敵ゴールばっゴールばっかりやん。でもそんなにいけないもんな。場所はいい、タックル行こう。あ、パスだったか。いや、待っただけ。ワツリターンあんまり意味がない。あ、だがやばいな。あ、でもこれをやっちゃうんだよな。石崎くんですね。カスイくん、いや、もう美咲くんに渡しはいいでしょ、普通に。美咲くんのガッツがあんまり残ってないな。木杉くんの方がある。一択はもっと残ってんじゃないかな。一旦木杉くんに渡しましょう。あ、くそ、邪魔が入る。 OK、 届かない。 OK、新くんから新田くんへ。周り味方がいないか。まあもうこれドリブルで上がっていくしかないですね。これだったらどうだ。さあ新田くんどこまで上がった。あ、チャンスですね、これ。センタリングチャンス、木杉くんが待っています。さあ木杉くん、ボールが渡った。守備はキーパー、敵の4番だよな。咲くんのガッツが少ない。たくさん味方がいるからな。まあ決めに行きましょう。あかん、取られた。同点ですからね、これやばいな。取りに行く、ダメだ。あかん、完全に抜かれてしまった。松山君に渡る。おい、邪魔しないと。石崎君タックル。え、なんだここに、雪崩攻撃厳しいかな。際どいとこでかわした。あら、時間が一気になくなる。あ、しかしスピードが追いつかないや。しかもワンツーで一気に前へ出て勝負をかけようとする。邪魔しないと。しかしこれペナルティエリアじゃないか。タックル、ワンツーかな。ワンツーだな。これ、ね、体勢を整える。勝負行くしかないやろこれ。ナイス森崎くん、これはでかい。でもまあ時間ないですからね。いや、ここでかかったですよ。ね、
飛び出さなかったら普通にイーグルショットですから、イーグルショットかなんかのシュートですからね。浦部くんがあれだから、今自分は中山くんか、中山くんやったらワンツー、あ、敵もいるんだ。今度は伊沢くんだ。さすがに一応ねパス行きます。また飛ばされた。なんかつゴールキック、おっと、勝負は PK 戦に委ねられるとなりますね。さあ、シュート順ですね。滝くん。シュート力ですよね、これ。新田くん。木杉くん、美咲くん。美咲くんが圧倒的なんだな。伊沢くんあたりかな。石崎くんも蹴りたい。お、読んだ。オッケー。これでかいな、結構。全部左隅。あ、読まれた。読まれてんな。あか、裏を書かれた。新田くん。動けません。正面。動けません。木杉くん動けません。さあ敵の4番か。ああ、裏をかかれた。さあ美咲くんです。非常に重要。これ決まらなかったら負けじゃないの。裏をかきました。さあ敵を2番が決めます。止めろ。ああ、ダメだ、止まらなかった。決まらないと負けです。 OK。 さあこれサドンデスですね。キーパーが決めに行くのか。ダメですね。え、でもキーパーが絶対切らないといけないのか。これ岸田君決めてくれました。あ、いや、松山くんか。ダメです。裏かかれましたね。今度は石崎くん。あ、裏をかかれてし、あ、破られてしまった。なんかつ残念。PK 合戦で破れてしまいました。誰もレベルアップなしか。このゲームきついな。わかったわかった。君がワンツーで普通にパス、翡翠君にパスキャッチ。
で普通にまあこう美咲くんにパスかな、勢い弱まっただけ。さあ美咲くんこれ飛び出しましたよ、ドリブル、さすがです美咲くん。この辺はお、これ自分で決めてもいいけどな。美咲くんシュート、パンチング、ああかん、トラップで堅実に運んでいきます。この後相手の速攻が怖い。伊沢くんタックルです、かわされた。何もできない、高杉くん届かない、敵の11番に渡る、パスカットかなこれ案外。え、シュート行くんだ、決まっちゃうかもな。おっと止めた、伊沢くんがフォロー、ディフェンダー、伊沢くんディフェンダーなんですぐ渡します。誰も止めに行きませんね。ここで滝くんへ、お、いいんじゃないでしょうか、この体勢。チャンスですよ。木杉くんへ。もちろんシュートです。木杉くん、ボレー、シュート。決まりました。先制です。さあ試合再開、いや幸先のいいスタートを切りましたね。一勝はしないとな、これやばいよな。7番、美咲くんインターセプト、早速ワンツー、ガッツがまあ問題になるよね。いやここは中山くんに一度渡してと思う、見せかけて滝くんに渡します。で滝くんが一気にサイドから上がっていく、そうするとゴール前に木杉くんがいるが、渡すのは美咲くんです。構わずシュート、ジャンピングオーレを、ジャンピングオーレを見せてやる。美咲くんのジャンピングボレーシュート、すごいな、決まりましたね。2対0と、突き放すことに成功しました。
ま、待った方がいいな、これ。下に。やらんで。フラベ君がついた。パスカットかな。あー、ドリブルで行くのか。ドリブル力も高いですよね。え、もうゴール前に来てんの？パスカット。シュート来るんだ。守ってくれー。オッケー。誰だ？パスは伊沢くんだ。特に、邪魔はないんで、トラップ、普通に。ちょっと嫌だな。石崎くんに一度渡して、ゴール前なんだ。クリア。え、結局こうなるから嫌なんだよな。森崎くん倒れてんだ。タックル。こぼれ玉。滝くんがフォロー。抜けたいですね、やっぱり。いいですね、タック単独で行くことができました。あとは美咲くんの、あ、美咲くんいいんじゃないでしょうか。これで美咲くんに渡して、美咲くんのガッツがちょっと心配だが、普通のボレーシュートで決まるんじゃないの。ボレーシュート角度はいいからな。決まった。3対0、大きく突き放しました。大きく突き放すことに成功してますね。いい流れ。あんまり前に出ない方がいいよ。ゴール前になるべく、味方がいた方がいいです。なんでシュートすんだ。これでキーパー倒れそうだな。うん、次トラップ。どうしようかな。ドイツに渡っても結構ディフェンダーがいるのが辛いよな。まあ、クリアは効果ないこと分かったんで。え？嘘？やばい。これはパスカット。シュートさせてもいいかもな。シュートに備える。フラのコーナーキックになってしまう。松山くんに渡る。さあ、これ止めないと。なんとしてもスカットじゃないな。動かない。フォロー、フォロー、フォロー。パスカット。こぼれ玉、ナイス。サイド防ぎました。さあ、あっという間にロスタイム。今度は敵の8番。
これは、うん、パスカットだな。こぼれ玉いない？お、石崎くんに渡る。だが安心はできません。一度伊沢くんへ渡すか。南葛をゴールキックになりました。敵の9番は、またったのは木津くん。おお、3対0、大幅なリードで後半戦となります。さあこれでいきましょう。だいぶあのテンポの問題って解消されたんじゃないでしょうか。美咲くんがちょっとガッツが少ないのは心配だが、まだ新田くんがいる。木杉くんちょっとあの1分ぐらい離れます。お待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開しましょう。さあ3点リードを取りましたんで、それを守っていく戦いになります。さあどんどん下がっていきます。タックル、パスカット、届かないか。ワンツーかも。
ワンツーじゃなかった。これはワンツーなんや。お、こぼれ球になったが相手が取ってしまう。まあ焦る必要はないかな。浦部くんか。タックル、いやパスカットだなこれ。お、いや待っただけか。敵を6番も決められる力あるからな。油断はしないでおこう。伊沢くんフォロー。伊沢くんディフェンダーか。深瀬くんもディフェンダーだから中山くんに渡して、中山くんが上がってもらって、中山くんのガッツはまだ大丈夫。相手のディフェンダーの動向を 見るべきでしょうね。まあ普通に滝くんに渡せばいいと思う。 OK、 滝くんパスは通った。ゴール前は待ってますからね。これは行きます。新田くんがあんまり機能してないのは残念だよな。新田くんにいいとこ見せたいが、まあ、木杉くんで決めに行きます。木杉くんヘディングシュート。さあどうだ、これは相手に渡っちゃったか。戻りましょう。カーフ7台攻撃やばい。結構みんな前に行っちゃってるんだよな。タックルかわすよね。知ってた。岸田くん何をブロックするんだ。ワンツーリターンか。さあもうゴール前にいます。松山くんスルーで崩している、まあ、直前シュートした方がいいんじゃないのとは思ったけどな。石崎くんがいいのか。ブロックパスカットで選ぼうか。シュートすると思うけどな。またスルーだ。あんまり効果ないんだよな。しかもあここでボレーシュートか。このバランスを崩して森崎くん止めることができるのか。あ、いや、あわー、助かった。しました。いや今のは良かったんじゃない。チャンスだよな逆に。中山くんへ。中山ナイト。チャンスですよ。新田くんがサイドだからな。新田くんへ一度渡しましょう。新田くんもいいとこ見てみたい。直接決めてもいいんじゃないのこれ。はやぶさシュートがあります。新田くんには演出決まりました。新田くんのはやぶさシュートが突き刺さりました。
いや、決まりましたね。2連続はやぶさシュート、まあ、音声が聞こえてなかった。うん、5対0と突き放しました。まあ、残り5分なんで、これはもうダメ押しでしょう。いや、戻らないで引き上げましょう。みんなタックル、パスカットかな。反則だ。フラノにフリーキック。カットにしよう。おお、こぼれ玉になった。さあ、ロスタイム。ここは石崎くんですね。敵の8番がいるんでパスです。選択肢は6番へ。嘘、やばい。まあ、ほとんど時間ないけどな。ワンツーやってる場合じゃないんだよな、実は。試合終了。やりました。やりましたね。美咲くん、滝くん含めて何人か、まあ、新田くんや木杉くんはレベルアップしなかったんだ。ちなみに2戦目の富良野高校戦って誰が決めたんだ。1点目は木杉くん、2点目は美咲くん、3点目を美咲くんで、4点目、5点目が新田くんのはやぶさシュートだよな。美咲くん2点、新田くんが2点、はやぶさシュートで。で、あと、木杉くんが1点か。滝くんがサイドからすごい頑張りましたね。あと森崎くんすごかったな。森崎くんは前の試合でしたけど、松山くんと1対1になって、そこで飛び出して、自分でボールキャッチしてピンチを防いでくれるというでかい流れですね。さあ、まあできれば勝ちたいな、そろそろ。
ていうとこですが、どうなりますか。まあ、最大説明は聞いてる。近くに行った方がいいんだ。まあ本当にこのゲームセットプレイが大事ってことですよね。ではキックオフです。さあ優勝を決めに行きたい。うまくいけば結構いい線いけたんですよね。だからちょっとだけチャンスがあるかも。これらは岸田君、なるべくボールをキープ率上げましょう。新田君へ縦パス、いや待っただけ。オッケー、新田君にコンプリート。新田君、いやワンツーはやめとこう。さき君へ、さだ君か。まあここはまともに勝負せず再度戻しましょう。山田だけ。え、敵の8番もいるのか。チーム力強かったよな。え、なんで岸田君こんなとこまで上がってんだ。さあ縦パスからどこに行くのか。セットプレーしかないですからね。美咲くんへ通ってくれ。さあもう構わず行きます。オーバーヘッドキック、これだ。美咲くんのオーバーヘッドキック、三角飛び、いやしない、決まりましたね。これひょっとしてオーバーヘッドキック、あの高いとこ打つと三角飛びってなんか有効じゃないとかじゃないよな。三角飛びってどういう技だっけ。三角飛びってあのゴールポスト蹴って、うん、でも高いとこ大丈夫だと思うけど、そこを反動でっていうんだから高いとこも大丈夫そうだが。8番は、まあ、待ちましょう。ヒューガ君に渡った、つきまとう。もうこれしかないですよ。タックルタックルタックル、パスです。冷静です。ヒューガ君もやっぱ大人になってるからな、チームプレーっていうのも理解できる。全然届かない。石崎君4連続届かなくて、サダ君に渡っちゃってますね。敵の2番に渡る。サダ君がシュート、これパンチング。森崎君もレベルを上げてます。だが敵渡ってしまう。あ、ヒューガ君に渡ってしまい、森崎君もう飛び出すしかない。待ってたらダメ。おー、ナイス森崎君。またも好プレーです。
さっきのあの富良野高校1戦目の対松山もそうでしたが、勇気の飛び出しが功を奏してますね。どうすんだ、まあ普通にドリブルでいくか。全然追いつかないからな。浦部くんってこれミッドフィールダーだよな。日向くんか。まあ日向くんがこぼれ球、あカバーが結構でかいな。日向くんにまた渡ってしまう。あ、ダメ。反町くんだ。あ、やばい。反町くんに抜かれてしまう。反町くんもなかなかシュート力。カミソリシュートだっけ？持ってるからな。決められてしまいました。やはりやっぱり強豪ですね。なかなか東邦簡単に勝たせてはもらえません。まあ、なるべく これワンツーだ。誰でもいい相手は。オッケー、浦部君パスが渡りたが。どうしよう、新田くんへ渡そう。これは突破してもらわないとな。木杉くんへ。あ、これパス決まりましたね。通った。沢田くんがやってくるが、しかしこれスルーです。若島津くんがバランスを崩した。滝くんに渡るか。ここで美咲くんにパス。構わずシュート、オーバーヘッドキックです。得意のこれだ。三角飛びは決まらない。三角飛びはできないですね。サイドリードです。さあ、なんか再度リードということで、浦部くんと新田くんがつきましたね。パス来たか。届かない。新田くんが、あ、ダメか。パス高いな、なんかつぜ。日向くんがゴール前、もうゴール前いるんだよな。
オーバーヘッドキック、厳しい、止めろ。あ、勢い弱まっただけか、厳しいなあ。でも森崎くん守りましたよ。だが今度反町くんに渡ってしまう。反町くんシュート力高いからな。これも止めました。東方のコーナーキック、でもよく防ぎましたよ。さあまたヒューガくんだ。これは何としてもペナルティーエリアだがな。いや身構える。フォロー、フォロー、パスカットかな。まだタックルし、あ、もう反則してもタックル取るしかない。勝負だ石崎、どけー、強引なドリブル。あら、吹っ飛ばされた。ここで強引なドリブルか、もうやるしかないでしょう。何人来ても同じだ。暗いネオサイサーショット。強っ。試合再開。前半は残り11分です。なかなか密度の高い試合になってる気がします。滝くんに渡します。結構やっぱり、いや無理だろう、壁がきつい。一度バックパスする。石崎くんへ、結局石崎くんが渡すが、なんか位置がおかしい。どうだろう、ま、中山くんだな普通に。あ、難しいな。逆に中山くんが滝くんとのワンツーだな。いいですね、超えましたね。木杉くんへ。木杉くんまだだ、まだですね。ちょっとトラップ、もうちょっと前へ出てから美咲くんに頼る、これが正解。弱っただけ、よし助かった。もちろん構わずジャンピングボレーだ。美咲くん三角飛び来るんじゃないかな。いや三角飛び全然出ないな。美咲くんのジャンピングボレーシュート、東方のゴールに突き刺さりました。
さあ、行きましょ。おっと。残りガッツ見ていきましょう。ここで。これは美咲くん、だいぶガッツが減ったな。一番ガッツあるのが新田くんで697。木杉くんが481、滝くんが500ですね。森崎くんも意外とガッツ減ってんだよな。パスカット。個人の能力も高いよな、みんな。ついていけ、スピードも速い。オーバーヘッドキックやろうな。お、あー、ダメだ。森崎を守ってくれ。おお、すごいな。徒歩のコーナーキックになりました。またヒューガくんだ。これは、いや、フォロー。こぼれ球、ナイス。これ結構でかいですよ。反町くん、美咲くんに渡すか、普通に。おお、南葛をゴールキックになりました。中津1点リードです。ディフェンダーだから、ワンツーはないな。通ってくれるといいんだが、新田くんに。敵を7番がいますからね。やっぱりこぼれ球になってしまう。今度は南葛をスローイン。まあほとんど時間ないよね。前半終了です。まあさっさと、別にチームデータ変えることはないんで、さっさと後半行きましょう。さ、これね、普通に増し増してたら勝てるんですけどね。汚い、ちょっと汚いけど。新田くんに渡しましょう。はまだガッツに余裕があるからな。これワンツーかな。あ、周りに味方がいないってなってんだ。じゃあもう美咲くんにあげちゃえ。お、パス決まりました。佐田くんだが、まあ構わず行きましょう。ボレーシュート。当然敵が、あ、これ大丈夫だ。普通のボレーシュートにも決まりました。なんか若島津くんの弱体化が激しいですね。これひょっとして、監督のアド、なんだろう、作戦で、なんかゴール前近づいてって言ってたから、
言ってたのは、ひょっとしたゴール前からのシュートだと三角飛びが決まら出ないんじゃないかな、若島津くん。いつも通り。2点差になります。ヒューガくんワンツー、まあ、ヒューガくんやっぱりね、友情パワーやるからな。こぼれ球になって石崎くんが、ここも2点差なんで、後半まだ30分始まったばっかりだからな。中山くんに、中山ナイト、あ、くそ、ソリマチくん、あ、弱まっただけ、よかった。さあ、食い抜けていきます。おっと、敵のサンバが来たが、なんで上がっちゃうんだ。新田くんへ、当然敵を3番が来るが弱まっただけ。これをじゃあ目の前木杉くんがいるんで、木杉くんに渡していきます。おっと、取りましたね。やります。あー、若島津くんに取られてしまう。無理は禁物だったな。カットかな。岸田くんがカット。どうしよう。中山くんだ。中山くんに渡して、ちょっと前へ出て、美咲くんに渡して、3点差出れば結構でかいからな。さあ、美咲くんに渡りました。ボールが若島津くん、構わずジャンピングボレーですよ。こういう時三角飛び出すんかな。どうだ、決まりました。吹っ飛ばした。これがジャンピングボレーの勢いだ。3点差でかい。いや、今のすごかったですね。ジャンピングボレーシュート、これでもう5点ですね。5点。ちなみに、美咲くんで2点目も美咲くんで、あ、全部美咲くんです。美咲くんだけで5点決めてます。で、まあ美咲くんガッツが問題ですね。美咲くんに頼れない。パス回しでごまかすかな。じゃあもうこうなったら優勝したいってなるとね。ヒューガ君もチームプレーに徹します。森崎君は身構える。パスカットかな。パスカットしよう。シュートするかも。トラップか。ブロック。お、ナイスブロック。だが敵にはまた当たってしまう。
気温弱まっただけ。また美咲くん、美咲くんインターセプト成功です。ちょっと自分でドリブル持っていった方がいいな。ヒューガくんとの対決だが、これまあ熱くならないことが大事。OK。 え、あ、石崎くんだよな。前にいるからな。高杉くんへパス回しを冷静に決めていきましょう。石田くんへ、いや、そんなに前へ 出てほしくない。ちょっとな、この滝くんとの距離が長すぎるし、前もそんなに出てないからあんまり回したくないんで元に戻しましょう。あ、でもそうなると反町くんがいるから敵に渡っちゃうよな。ちょっと今のは失敗だった。浦部くんブロック、ネオタイガーショットか、吹っ飛ばされそう。ネオタイガーショット勢いが弱まる。高杉くん吹っ飛ばされる。ネオタイガーショット勢いが弱まる。さあこれで防いでくれ。ダメでした。ネオタイガーショットの勢いはすごかった。というわけで2点差になりましたね。これもハイライトだな。ハイライトって書いてるとか、できるだけショート動画を上げていきたいと思います。さあ残り後半も18分、2点差。パキックに渡ったが、10番11番がうるさいんで、この辺からなるべく遠ざかった方がいいと思う。早いんだよな、ただ動きが。浦部くんへ。で、これで新田くんへ。タクへ渡る。ちょっと遠いな。まあもうちょっと、もうちょっとドリブルさせてくれ。あー、くそ、敵の5番が来たか。お、ナイス、新田くん貸しました。そしてもう結構待ってる。キスイ君がこれちょっと無理だ。キスイ君に行きましょう。すごいな。あ、でも4人いるからこれは握手だ。なんかつコーナーキック、時間を過ごしていきます。
山くんへ。佐田くんがみんなほんと東方強いよな。岬くんへ。さあ当然敵の8番もいる。浦部くんへ。浦部くんこれゴール前だな。木杉くんへ。あー取られたか。ヒューマくんへ。やばいやばい、連携攻撃。追いつけません。うそ、無理です。そう何度も抜かれてたまるかどうかな。無理です。さあ危ない、1点差に追い詰められた。かすいくんへ。起きが早いんだよな。ヒューガくんがもう来るし、ヒューガくんの裏をかいた。あんまり回りたくないんで。岬くんへ。新田くんへ。新田くん全然ガッツが残ってんだよな。頑張ってほしい。岬くんとのワンツー、こぼれ球なっちゃったか。でも岬くん結構前行きすぎてる。気をつけないとな。中山くんか。中山ナイト、いや待っただけで助かった。えこれゴール前結構いるやん。まず滝くんからです。滝くんがこれでは角度が悪い。そこで木杉くんへ。いや待っただけ。さあ木杉くん、これ決まれば結構でかい。ボレーシュート、アウト。ここで三角飛び、やばい、捉えてしまった。だがこれでかいですよ。
朝ゴール前まで 1v1 なんですよね。これ勝負避けるわ。シュート、これだ。まあなんかツコナキック、さあこれコーナーキック残り3分です。さあ滝くんかな、いつも通りショートコーナーで8番、中山くん。 あっという間にアイシャータイムになった。当然澤田くんが来るが、ここどうするかな。普通に浦部くんへ、やばい、敵を2番だ。クリアだ。伊沢くんがカットだ。おっと、ちょっと待った。フリー、ここはフリーの石崎くんにパスです。石崎くんも結構相当前に出てますから危険ですね。さあもうアディショナルタイムですからね。美咲くんには託す。杉くんへ、木杉くんへシュート、これだ。まあ南葛をコーナーキック、どんどん時間が過ぎていきます。ゴール前の揉み合いになってますね。さっきと一緒です、やってることは。やりました、南葛勝利。逃げ切りましたね。やった、やったぜ。俺たちを優勝だ。南葛が勝ったぞ。いや最後5対4で1点差に追い上げられたんですが、大きかった。美咲、翼のいない南葛でよくここまで戦ったな。チームプレーですね。そうなんですよね、強敵でした東邦高校は。お、友情パワー、それ違う漫画。握手、いやー素晴らしい友情ですね。これこそ少年漫画。全日本ユースのメンバーで戦おうぜ。そうです、全日本ユースでは敵が味方として組みます。多分翼くんもいるんじゃないかな。
ジャパンカップがもう2週間後になるんだ。男？男って言ったら屈強なでかいやつって思い出すな。横見をつかむは2週間後のジャパンカップに向け、選抜チームは合宿ですね。試練。翼くんじゃないの？ネタバレはやめてください。やめてもらっていいですか。リオカップ終了後のまた、あれ、なんで翼くんのいる、お、こちらでも握手。カルロス、ありがとう。次に会うのはプロのグラウンドの上かもしれない。一勝負あるぞ。お、片桐さんだ。お、全日本ユースへの参加を要請するってなってますね。もちろん受けたいが、この物語上はどうなるんだろうな。え、3ヶ月ワールドユースはブラジルで開かれるんだな。いいですね。もちろんブラジルも、カルロス率いるブラジルかな。西ドイツ強敵ですね。ラスボスって言ってもいいのかな。どっちだろう、ブラジルなのか西ドイツなのか。待って兄さん、ヨーコ、なんで2週間後。片桐陽子ジャパンカップに出る。あ、これユースチームの親善試合なんだ。
なるほどね。ハンブルグ、若林くんはハンブルグにいるんだ。ブラジル代表ってこと？日本代表だよな。え、ブラジル代表でやるの？ブラジル代表として参加が決まるのかな。これはわかったよ。これ日本へ行くよ。名作だよな。やっぱ熱いな展開が。サンパウロ、あ、チーム単位だか国単位じゃないんだ。だから諏訪くんサンパウロとし代表として参加するんだ。行こうぜキャプテン。で、カルロスのチームもジャパンカップに参加するのかな？どうなんだろう。エースローマ戦です。レベルアップしてない。ローマのタカ、片桐さんは続、片桐陽子は続投ですね。なるほど、バビントンくんとか復活したな。翼くんのガッツすごいな。翼くんのガッツは17、あ、レベルは17となります。バビントンくん14。バビントンくんあんまり育ててないんだよな。育てないとな。12のレベルの選手が多いな。レナートはレベルは13なんだ。あれ14になってなかった。名称はブラジルタイプということで、これがジャパンカップですね。次回このジャパンカップを、やっていくことになるかと思います。ようやく高校サッカー選手権でいいのかなが編が終わりまして、南葛が見事に優勝をしました。いや、熱い戦い多かったですね。ハイライトシーン、ショート動画向けのハイライトシーンも多かった。ということで、次回のキャプテン翼をお楽しみに。なんか期間空けてしまったんで、もうちょっと短い期間差で、やっていけたらいいなと思ってます。ということで、見ていただいてありがとうございました。今回の配信は Twitch で、お届けいたしました。Twitch アカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後、20日
月曜日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel 2 Days After プレミアライブ My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。